走ろうという看板もありましたしね、カニ橋を
セと、あと山ぶどうのアイスクリームが、ね、おすすめだよね。そうですね、ソフトクリームですけどね。どんな言い方でしたね、先生。そうですね。
まるキュッとなるくらい左に寄るんだよ。なんだよ、これだよ。今お尻の穴がギュッと閉まったよ。今死んだと思ったよ。ここか、予知夢ここかと思ったよ。大丈夫、知らないよ。なんでそういうプレッシャーを助手席に乗ってる人に与えるの。ね、だから寝れないんですよ、僕いつも。あなたもガラスかガラスか寝てるくせにさ。信用ならないから寝れないんですよ。だってかつて今まで俺が突っ込まなかったら何回事故ってたよ。およそ1キロ先、左方向、小池インター、出口。逆走してないよ。しはぐったって一回。なんか怒鳴りつけて離れてきたんですよ。壊された感たっぷりですね。これ1時間かかんないか、40分ぐらいか。で、目的地に着くはず。あれ？そうですね。あれ？何これ？あ、閉鎖中なの？ETC カード出してるから。ああ。まもなく左方向魚沼小出方面です。